どうも、たつみです。今日はですね、新宿の御苑に来ました。なぜ御苑のこんな路地に来たかと言いますとね、トッポさんっていうね、魚介系中華そばのお店があるということらしいんですよ。なんでね、今回は食べに来ました。もうね、ちょっと遠くに見えるんですけど、早くもね、結構行列ができてて、オープンしてすぐに立地のあまり良くないところに行列ができる、これ完全に美味しいラーメン屋ですね。早速行ってみたいと思います。これ通常で 300g なんですよ。だから 300g って結構麺としては多いんですよ。魚介が香りますね。わ、チャーシュートロトロです。炙られてると思われるくらいのトロトロ、持てないっていう。ネギが乗ってる魚介系の中華そば。コクがめっちゃあるね、これね。中太麺の縮れがいいね。めっちゃ麺絡むな、これ。煮干しとカツオがね、入ってますね、これ。たぶん魚介が香って、すごい美味しい中華そば。うちはすげえ比べたいっていう。まあ、絶対気になるのこのチャーシューし、これマジでトロトロ。もう持てないからね、これ。うわぁ、崩れちゃった。プルプルすぎる、これ。ブルブルこれ見たら分かる。これが見えるとすごいわ。この特製の辛い唐辛子のやつ、チャーシューにかけちゃって、ちょっとチャーシュー勢いで食いすぎちゃってほとんどないんだけど、ね、しまったな、完全にしまったよ。それは慣れ、中東とごま油のやつだ。美味しい。でもそんなに辛くないっていう。スープの中に入れても邪魔にならないって感じだよね。はい、安定の海苔じゃん。もうそろそろローリングしちゃって全部。どうも、食べながら、すいません、ありがとうございます。コクは深くて味わい深いです。本当に美味しいし、飲んだらホッとする。いや、美味しかった。久々になんかホッとする。やっぱ寒い中にこういう魚介の香りとね、醤油の中華スープ、もうホッとしてめちゃくちゃ美味しかったです。また来たいと思います。私、チェックとボーダーのファッションで攻めてみました。ちょっと今私、全然話変わるんですけども、全然関係ないんですけど、ラーメンとこのニット帽あるじゃないですか。こうニット帽かぶってこれ撮ると、ちょっとゴリラの後頭部みたいになってます。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。 Twitter、Facebook もやってるので